こんにちは、世界ホームズです。しばらく動画編集をサボっていました。今回は皆さんの好きな激安戸建てです。大網白里市で金額は380万円です。見た目はいい感じだけど何かあるんじゃないの？カーポートの波板が外れているのはあまり気になりませんね。全部外した方がいいかな。建物の横に物置らしきスペースがあります。自転車入れておくのにいいかな。サンルームもついてます。庭も整備すればいい感じになりますね。これは浸透マスですね。あれ？ちょっと嫌な予感。下水って書いてあったのに汲み取りトイレ用の煙突があります。もう少し外観を見てみましょう。よく見ると軒天がところどころ外れています。これは直さないと雨漏りの原因になります。続いて室内に移動します。玄関の正面に鏡があります。玄関横は畳の部屋です。サンルームにつながってます。リビング明るくて良い感じです。床下収納付き。今度はないキッチンです。この辺の床はふかふかします。ここまでは許容範囲。外に煙突があったのが気になりました。ああ、やっぱり汲み取り式のトイレでした。蓋がパカッと開いて少し水が流れるタイプですね。簡易水洗トイレでした。お風呂周りも築年数の割にはまあまあ。2階に上がります。昔のタイプのフローリングです。特に雨漏りもなさそうです。トイレが汲み取りだったのと、軒天の破れが売れていない原因かと思います。このエリアは汚水の放流先がないので、浄化槽にして水洗トイレにする場合、
蒸発酸化浸透マスを設置する必要があります。今回ご案内したお客様は購入を見送られました。しかし、家の見た目と地形が良いので、売れるんでしょうね。購入にあたってリフォーム費用は最低でも200万円程度は見た方が良いかと思います。本日の動画は以上となります。物件探しは概要欄から世界 HOMES までメールでお願いいたします。ご予算に応じたリフォームの相談もお気軽にどうぞ。